介助犬の訓練が行われたのは、中部国際空港の第1ターミナルやスカイデッキなどです。介助犬候補の訓練犬3匹とトレーナー4人が参加し、人混みや飛行機などの音に落ち着いて対応する訓練や、落としたものを拾う介助作業の訓練などを行いました。中部国際空港は2018年に日本介助犬協会と協定を締結し、日本の空港として初めて介助犬の訓練を行っていて、今回で4回目となります。いろんな方がいらっしゃって、アナウンスがあってとか大きな音が鳴ってっていうところで、そういう訓練する場所にとしてはすごく素晴らしい場所だなというふうに思ったので、数年前からお願いをさせていただいてます。